こんにちは、ボーです。本日は天神でどうしても美味しいピザが食べたくなったので、ピザ探しの旅に出ることにしました。さて、場所は天神ビオロの7階に位置するヒュースさんです。ピザが食べたすぎて入店、食べログ 3.4、 Google 3.5 という何とも言えない点数です。私の感覚としては、食べログ 3.4 はそこそこ美味しいお店という意味で、 Google 3.5 っていうのはちょっと評価の低い印象なので、行ってみないと未知数ということで行ってきました。ありがとうございます。ピザが食べたくて行ったのですが、お昼のランチセットは1800円でジュースとサラダがつくというもの。しかしピザ自体は1100円なので、ジュースとサラダで700円は本当に普通、まあお得じゃないなって思ったんで、単品で注文することに。しかしデザート650円のアップルパイがあったので、ルンルンで食いつきました。お店の雰囲気はかなりいいです。平日の昼間のデパートの最上階ということもあり、お客様あんまりいなかったので、子供連れとかで来るのを強くおすすめします。ゆっくり食べられておすすめです。まずはマルゲリータ到着。私としては1100円でチーズもたっぷり乗ってるし、トマトの酸味もしっかりあって、しかも焼きたてでサクサクでとっても美味しかったです。本当に美味しかった。その後お腹いっぱいではあったんですが、どうしても食べてみたかったので注文、そして後悔。味は美味しいんですけれども、アップルパイと目打っているのであれば、これはアップルパイではない。パイ生地シートの上に薄くスライスしたリンゴを乗せて、オーブンではなく電子レンジでチンした上にアイスを乗せただけ。オーブンで焼けばパイ生地シートもふっくらなるはずなんですけど、電子レンジでチンしたせいかぺちゃんこで硬すぎて食べるのが大変でした。一つ一つはまずいものではないので美味しいんですけれども、バランスが悪かったです。今日だけなのかな、他の日に行ってみた人がいたら教えてほしいです。でもピザはすげー美味しかったので、かなりちょっと差があってショックでした。まあ、こんな感じでお店のピザはめっちゃ美味しかったので、多分私また行きます。デザート食べないですけどねということで、本日ヒュースさんに行ってきたよってことで、ピザも美味しくて雰囲気は最高にいいので、皆さんもぜひランチに食べに行ってはいかがでしょうか。今の時期はバーベキューもやってて、飲み放題で4500円らしいので、私的にはここのお得じゃないって思って鼻息上がりました。では